Come on, everybody, a while! Long time no see, man! 本日も憎まれそうなニュースフェイスの時間がやってまいりました。こんにちは。おはようございます。オフィス塚田プレゼンツ。憎まれそうなニュースフェイスの時間がやってまいりました。本日もお届けするは、放送禁止芸人、翼の惚れた傷だらけの打点子こと風天のラッキー秀人が明るく元気に気持ちよく勇気やる気元気本気男気が自慢でお届けしたいと思います。本日はね、日産カルロスゴーンの続きです。日産という会社はですね、これどういう状況だったかというと、20年ぐらい前にですね、潰れそうになってたんですよ。そのぐらいだよね、確か。流すね。要はね、潰れそうになってました。で、その時ね、ゴーンさんが来て、大中を振るってみんなもう首切りまくったんですよ。なぜ首切れなかったかっていうと、通産省からの天下りが山ほどいたわけですね、日産には。どうもいらない、無駄な給料バンバン払ってる。どんどん経営難になってきました、日産は。で、首切れないですよ、天下りのことは。日本人では。だから、その時に、ゴーンさんが来て、いらない役員バンバン切って、スリム化しました。それで潰れんのを抑えたんです。だから、ゴーンさんやり手ですけど、ゴーンさんだけがやり手なわけじゃなくて、日本のその会社のシステムがね、ダメだったの。要は、ホリエモンさんも、YouTube で説明してるけど、本当に無能な奴らがいっぱい給料取ってたわけ。で、誰もできなかったんだから、ゴーンさんが来て全部大なたを振ったんだけど、ゴーンさんが ものすごく優秀に見えるのは、それちょっと違うんですよ。日本人ってね、首切れないんですよ。官僚の首なんか、天下り。だからそれね、ルノーはね、国営会社ですよ。フランスの、要は。もうフランスのね、国営会社。フランスなんていうのはね、もうね、もうそういう感じなの。本当に。フェアじゃないから。で、そういうもうね、本当にね、保守的なんです、フランスな。ご理解ください。そういう感じです。わかんねえかな、説明。口下手なんで、俺は。口うまいって言われるけど、女性口説くときになると口がうまくなっちゃう、急に。冗談です。まあ、そんなこと言うとまた怒られちゃうんで、ろくなこと言えない。自由に生きられません、俺は。怒られちゃうから。まあそんな感じです。なので、まあとにかく日産っていうのは特別な感じだったんです、当時は。まあ僕の友達もね、日産でセールスやってます。岡本達也。もうすごいいいセールスします。売りますよ、こいつは。まあゴーンさんの話なんか全然自分では関係なく生きてるんでしょうけど、彼の場合。まあ楽しく行きましょう。ということなんで、ゴーンさん、強制送還ですよ。もうマクロンさんと安倍さんの話で、ゆっくり帰りました。自家用ジェット機で。ね。お土産でも持って帰ったんじゃない？まあ、そんな感じで。アディオスアミゴ。